地図見るね。地図見てください。どこですかちーくん。ここは川口市立グリーンセンターです。埼玉県川口市のグリーンセンター、まあ植物園なんですが、すごいね。あれ見て、うん、あそこ右手鶴って書いてある。あ、本当だ本当だ。右手鶴E4だあるよね。E4だね。あれはあとすごいじゃん、展望滑り台とかいろいろあるよ。夢風船すごい ね、ミニ鉄道見に行こう。ミニ鉄道ぐなんかドゥドゥのやつもあるよ。そうそう、ぐるぐるの滑り台もあるって。これ答えてよ。本当だ、 E4 と小町だよ。本当だね、E4 と小町。うん、E4 と小町だ。乗りに行こうよちっくん。これね、ねえ、どっちなる？どっちなんだろう。乗ったことないね。乗ったことないね。これすごいですよ。終点駅はこの先のトンネルを抜けて右側にある山百合峠駅です。だってここに戻ってくるわけじゃないんだ。珍しいね。あ、いいやんなだった。お願いします。あそこさ、はい、あそこ新幹線と SL が止まったよ。新幹線と SL いる？あそこ見て。はい、ちょっと前座って。よし、ここ持ちだから。おー、12時に発車。12時55分に発車。ほら、行ってきます。お花が綺麗だ。あ、そこ青。本当だ、ちゃんと腕木式の信号機があります、ここに。あ、踏切。バイバイ。お、綺麗だね、これ桜かな。梅かな。うん、あ、バイバイ。ちょっとこっちこっち、バイバイ。バイバイ。トンネル。トンネル。また踏切、これで3つ目？音だけで？音だ。そこにもなんか駅かな。頑張ってね。バイバーイ。歩いてよ。あ、また踏切です。あ、渡れない。パパ渡れない。パパと時はバイバーイ。見てください、もうすぐ駅じゃないの。はい、バイバイ。待ってください。到着です。はい、ゆうじさん。右よし、左よし。ありがとうございます。そしてもう来ちゃった。ほら、なりましたよ。こっちって書いて矢印ね、ちゃんと矢印出てるね。こっちに行きますよっていうのが出てるわ。おー、誰も乗ってない。お客さん、今海藻だから、海藻だから。バイバーイ。こっちに行きたいな。うん、海藻列車、海藻列車で、で、さっきのちっくんたちが乗った梅ヶ丘駅まで行くんだ。ちっくん、ここ行ってみようよ。ほら、さっきね、ミニ鉄道から見えたね。はい、踏切よ。渡るときは右よし、左よし。今すごい綺麗ね。もっと咲くかな。で、地図ページあるよ。うん、地図見る。せーの、ヒュー。あ、怖い怖い。結構スピード出る。ヒュー。あ、来るんじゃない。またね、バイバイ。率先して手を振りに。バイバイ。バイバイ。さーい、イーアンペーでした。イーアンペーでした。ずっと今日はイーアンペーなんじゃない。ここ最高ね、最高。ここよかったね。よしよしよし。音がするよ。音がする。これ見て。本当だ、それはね、ただ揺れてるからだと思うよ。いいね、これね。こんなの初めてだね、3人乗れるやつね。普通一人乗りだもんね。ちーくん、ママとちーくん。お、ちーくん聞こえますよ。
が聞こえますよ。ちーくんの好きな食べ物は何ですか？ご飯。ご飯。はい、行きました。行きましたよ。万歳。まっすぐのやつ？はい、いいよ、ちくん。
った？うん、ぶつからなかった。大丈夫だった。どうして？ママがね、早かったから。よっしゃ、帰ろうか。ね、ご飯食べやった。ご飯食べに行こう。早い？よかったよかった。